はい、こんにちは。今回もライダーズリパブリック PC プレイでやっていきます。で、あれは自転車のキャリアかな。やっていきましょうか。ウィングスーツとか、場所的にはこの辺です。で、今の画面から行けたな。キャリア。進行状況。これですね。ここか。違うな。そうですね。ウィングスーツパラモーターをとにかくやりたいんで、キャリアレベルが30まで行きたいんですよね。で、今右上の星が表示されてますけど、そこの数字がキャリアのレベルなんですね。それを30にしたいというとこですね。ちょっと待ってください。はい、ではやっていきましょうか。まあ多分キャリアレベル30ぐらいは本当すぐ上がると思うんで、別に無理する必要はないと思いますね。条件がいろいろ書いてますが、ゴールを119キロ、これきつかったんだよな、確かな。エキスパート以上で3位以内って書いてるな。それ無理じゃねえかな。まあ、まずスタンダードでやってみましょうか。同じコースを何度も繰り返すのはちょっと面倒なので、それはやりませんが。まあ、適当にのんびりやっていきましょう。今日は仕方なくキャリアをやっていきますか。あれ？ソロモードってこんなにソロなの？これだとちょっと面白くないな。ちょっと待てよ。イベントリスタートだと多分、オプション。イベント辞退して、もう一回やりましょう。いや、こんなことないと思うんだけど、ソロモードでも、今まで周りのキャラクターはいたんですけどね。競技の問題かな。必ずしもフレンドとは限らない。レースでグループと争おう。一人でイベントをプレイして他のプレイヤーのゴーストと競争しよう。今までずっとソロモードでやってたんですけど。こんなもんかな。あ、いた。なんかロードがおかしかったんですね、きっとね。
まあ割とこのスタンダードでやれば特に問題なくレースでは1位になれると思うんですが、まあこの辺はひょっとしたらスティープやってたかどうかっていう慣れもあるかもしれませんが、って言いながら抜かれてますけど、レース自体はそんなに難しくはないですね。はい、一応フィニッシュしましたね。これで星がどれぐらいもらえるか、キャリアレベルアップ、4、自転車のキャリアレベルが4ってこと？リワード、緑っぽい色の自転車をもらいました、はい、じゃあこれは装備しておきましょうかね。これで星1つなのかな。あ、19だ。今まで大したことしてないのに20になっていたのはなんでなんだろう。そしたら多分イベントをバンバンやってても星をたくさん目指さないと、キャリアアップしていかないので、キャリアアップってなんだ、ちょっとここを目指しましょう。これマップからロードするとなんか、ああ上から自転車を見下ろすような感じになっちゃうんですけど、ちょっとずつ操作思い出してきましたねだいぶ操作忘れてたんですが、はい、とりあえずいろんなランドマークとか、ポイントになりそうなものはやっていきましょう。What's up? If you're in Yosemite, find the small path from the chapel. キャンプ4。自由気ままなヨセミテのキャンプ法。1950年から60年。へぇー。ロッククライミングのパイオニアたちの拠点。はぁ、ロッククライミングしないですけどね、このゲームではね。さあ、じゃあ、あれ？グッジョブ。必要なスターの数を集めたことで以下の報酬がアンロックされた。カードの表示。おかえりなさい。ただいま。なんだこれ。釈迦ダディのイベント。あ、これ両方手に入ったんだ。釈迦ダディじゃねえな。まあいいや。あー、これこのイベントか。危ない。はい、このイベントに参加してキャリアを積めるようになったと。All right, to experience some X-Factor mayhem, meet with the Shack Daddy Bandits. The rocket bike event over in Canyonland will really test your noodles.
ロケットバイクは面白くないんだよ。はい、しかしキャリアレベルを30まで上げなきゃいけないので、まあ新しいイベントはやっていきましょうか。これは今やったとこですね。じゃあこの辺適当にやっていきましょうか。トリックコンボで1万7000ポイント超える。うん、ファンキーズって書いてあるな。危ない。ここはスキーでいくか。しかしただのスキーでも面白くないので、ロケットスキーでいきましょう。ロケットスキーだと、急な勾配でも上に登っていけますね。さあ、じゃあこれやっていきましょうか。グライミー。転倒状態でゴールを超え優勝する。これ難しいと思うんだよな。ボーナス狙っていってもしょうがないんで、まあとりあえず一回やっていきましょうか。ん？これ初めてやる。あ、そうでもないか。これ昔のスタイルのスキーらしいんですよね。それでこういう画面演出になってるんでしょう。昔のトリックはこういうトリックだったんでしょうか。はい、とりあえず1位にはなりましたね。それで今21ですね。はい。あと9。ダサいで不覚にも笑ってしまった。昔ああいうそのジャンプをして回るっていうスタイルのスキーがあったのか知りませんけれども、笑って不覚だとはなんで、何なんでしょうか。僕は常に笑えるようなことをやってるんですけど。笑ったのは本意ではないでしょう。さあ、あれ、あらららららら、ちょっと待って。これですね、タコ D。 レースで 50-50 を成功させる。レースで2万ポイント以上獲得する。難易度プロ以上で優勝。あ、プロはいけるかもしれないんで、じゃあ笑えるようなことをやっていたときつけなかった深く。今まで笑えなかったってことなのかな。なんかずっと面白いことをやってるつもりだったんだけどな。コメディですよ、コメディ。
あ、これか。あ、ちょっと待って、失敗してる。ちょっと待って、これはやり直そう。やり直す必要ない、ないんだけどな。なんかディスオナードの癖がついちゃってるな。ついついやり直しちゃう。やり直す必要ないの。あ、やりたいことが全然できない。操作がよっ。こけちゃった。こけるなんて。全然足りなくない？あ、ダメだ。これは何回かできるのかな？一回で終わり？これでもストップには及ばないんじゃないか。ああ、だいぶ忘れてんな。ああ、なんか急に一人称になっちゃった。どれだ。おい、難しいな。なんか2桁ぐらい、1桁かな。だいぶ差がありますね。これレベル駆動でやったんだ。ボードやんのも久しぶりだしな。こけちゃうな。これでは1位になれないな。あ、レールで 50-50 を成功させる。なんかこれだけ、どれが 50-50 だかわかりません。一応5位入賞ということで。キャリアレベルアップした。一回、いや、別にそんなこだわってやる必要ないな。星1個だけ。あればいいか。じゃあ他のところ行きましょう。これやってないんだな。31までイベントを。数こなした方がいいんだから、難易度を下げた方がいいですね。スピン720度ってどれくらい？360度の倍。
14万5000ポイント獲得。バックトラック禁止。ジャパンクラブ。テイルクラブ。スキー。ジャパングラブ。わかんねえな。どれが、名前がわかんない。なんかだから、グラブって掴むことですから。お、これ何？あ、トリックをやるのか。これでジャパングラブ？60度以上っていうのはちょっと厳しいな。もう少し大きいジャンプ台が必要ですね。あ、引いてるトリガーが違うな。ここで行くか。よっ、あれ、失敗した。バックトラックしないで行こう。1位にも慣れてない。なんだこれ。まあ星1個もらったからいいか。スピン720は厳しいよな。よしと。ね。あ。もうすげえな。小さい、画面がちっちゃいと実写だもんな、これ。わざとなんか手ぶれとか表現してるから。実写に見えるな。もういいや。それ、うん、分かった分かった。これ本編じゃないから話とかいいんだわ。はい、もう要素が引き継げるのか引き継げないのか分かんないですけど。スマホの端が割れてるのが例が細かい。あ、本当？見てなかった。まあスマホの端が割れたことないですけどね。ロケットスキーにしていっちゃいましょう。おう、今20は22ぐらいかな。あ、倒れちゃった。微妙に設定が多分前回と違うんだよな。なんかだから、こけやすくなってますけど。あ。あ。あれ？取りすぎた。あ、違う違う。サイズ、スノートリック、レール上またはレールから外れてフロントフリップ。フロントフリップね。セイチーズ、カメロスポットを通過。難易度エキスパートで3位内。ちょい無理だな。
たまにスキーでやってみるか。レールから外れて、レール上、フロントフリップ?レールから外れてってどういう、あ、これバックフリップ。うわやっちまった。くそ、戻ってしまった。あー、しまった。よいしょ、よいしょ。ここでゴール。あー、全然、あれ、トリック数も足りてないし。あ、1位になっちゃった。スタンダードだとちょっと簡単だな。ここでじゃあ、してここでふぅ、ちょっと戻ろう。やっ、あれ、こんなもんか。もう一回かな。なんか違うことやった方がいいかな。同じことやっちゃった。あれ、焦げちゃった。はい、これで星2つ稼げたのかな。These events will really put the lemons in your lemonade. Red Bull Ultra Natural will be here quicker than a melting snow cone in hell. So slay away, Slayer! あと一で。Check a look at you. エアートリックが。These events will really put the lemons in your lemonade.Red Bull Ultra Natural will be here quicker than a melting snow cone. あと1稼ぐまでとりあえずキャリアやりましょう。ここになんかある。
これ星になるかな。おお、そっか、スタンスが変わると後ろに進んじゃうのか。あ、物くれる人だ。こんにちは。よしと、ん？スターレベルに到達した。これで来た。あ、まだない。ちょっと待て、確認しよう。グッジョブ。エアキャリア&パラモーター。パラモーターないんじゃないか。どうやってパラモーター手に入れんだったっけな。あ、違うわ、探索のところにあるんだ。HGB ナイトウィングってかっこいいな。おお、これかっこいい。ボスイベント、はいはい。これで、やっとパラモーターが使えますね。すごいなぁ。これは、霧がかかってんのか、雲海なのか。すごいな。あ、あ、あ、なんか水に落ちちゃった。じゃああの上の子。Hey, how's it hanging? At the top of Mammoth Mountain, there's a signpost where I left you a little treat. Me to you. Yeah, no need to thank me. Just make sure you find it.いやー、これは美しい。うわー、すげえ。何もない、建物がない。うわー、そしてこの絶妙なカメラワーク。すげえ、このわざとらしいパン。これ自分でやってますからね。すごい。ほら、自動でパンしているような速度でパンする。あー、これは美しい。普通に生きてたらこういう景色をあんまり見ることないですからね。最近テレビとか映画でドローンでいくらでも見られますけど、観光名所、例えば紅葉の名所とかに行っても、あのパンフレットの写真のように肉眼で見ることは大体不可能ですからね。
ああいうのはドローンで撮ってるんで、あるいは合成してコントラストとか上げればね、紅葉とかなんぼでも綺麗になるんですよ。いやーすごい。存分に堪能した。プレイヤーがほとんどいないですね。これじゃあ運営厳しいわな。まあこの時間でやってる人は割と随分好きな人でしょうからね。ちょっとウィングスーツに変えた方がいい。さっきの多分紙飛行機はずっと落ちてっちゃうんだと思うんで、あの先に見える黄色い人2人はプレイヤーですね。この黄色い印を探してどれぐらいの人口がいるのか、まあ、少なくともこの僕がいるサーバーにどれぐらい人がいるのかをあちこち回って確認していきましょうかね。白い点は全てプレイヤーではなくボットですね。ずっとそこにいるプログラムですね。あのフリーガイでしたっけ、あれで NPC がね、何かあたかも自由に行動し始めるようなお話だったらしいですけどね、まだ見てませんが。Challenge yourself, take on one of the most gnarly wingsuit lines ever at this stunt challenge. It's hairier than my chest, trust me. ライダーズ村に向かってみようかな。どっちの方かな。今回テーマとしては極力あのこのエアーが使えるようになるまでは極力、地図を使わないで行こうとしてたんですけど、まあ無理だったんですけど、感覚としてはこっちの方なんだよな。感覚に任せて移動するから絶対道に迷うんですけど、あの風船の上行ったらまた違う景色が見れるかな。まあでもちょっと時間もなんか多分日が暮れてきたんだと思うんですが、暗くなってきちゃいましたね。早かったか。そうでもないですね。はい。え？うそ。マジで。びっくりするわ。地面がありませんでしたね。まあ多分今のは何かの見間違いだと思いますが、何が起きたのかと思った。まあ世界に穴が開いていることはよくあるんでね、その一種だと思いますよ。今ねこう見てわかるようにプレイヤーがもうあの
マトリックスみたいにこうギザギザってなっちゃってますからね、これは全て幻想なんでしょう。赤い薬を飲むか青い薬を飲むか。まあどっちにしろ赤ですけどね。あー、どっちの方向かわかんないな。しょうがない、全然間違ってたな。ここに、あ、プレイヤー何人かいますね。何人かですが、ここにウェイポイントを設定したいんですが、なぜ設定できないんでしょうか。スタンプは押せるんですが、あ、いったいった。コントローラーがちょっと、びっくりした、落っこちてなかった。コントローラーが最近ちょっと調子が悪くなってきましたね。ウィングスーツにするか。あんまり急いで行くのもなんなんですが、これはエンジンついてないんで、ただ自由、まあ自由じゃない、風の抵抗を受けて少し滑空していますが、落下しているだけですから、ね。方向感覚は全く信じていないので、どこへ向かってても何の問題もありません。僕が方向が間違っているのか、地図が間違っているのか、これはね、考えた方がいいですね。考えるまでもないですけど、なんでこのギラギラになっちゃうのかな、自分が。前回こんなこと一回もなかったんだけど。何でも物は言いようですよ。すげえ、ステルスで敵地に潜入しているみたいになってる。世界と同化していっている。その世界とこの世界とどっちが本当なんですか。赤い薬を飲みますか、青い薬を飲みますか。マトリックスではそういうね、ネタを一生懸命やっていたわけですけども、その赤い薬とかのネタをね、引用してバカなことを言う人たちがいますから。両方飲んでもいいことないじゃん。これちょっと自分のキャラクターがステルスになってる感じがして、何なんだステルス爆撃機みたいに。ここ多分腕で爆弾抱えて爆弾投下するんでしょうね、これね。これは何なんだろうか。前作でこういうことには、 前作ってあのオープンベータでこういうことにはならなかったんですけどね。何なんだろうな。いやーすげえ、なんかボットがいっぱいいるけど人がちょっとしかいない。あ、いるいる、あそこにいる人多分見えてないですね、向こうの人には僕が。っていう思い込み。なんだ、いやー人いっぱいいますね、プレイヤーが。 なんだ無理やり盛り上げてみる。まだね、日本ではゴールデンタイムじゃないですけど、まあでもアジア圏、アジアサーバーだと思うんですけどね。ザイオンですよ、ザイオン。わお、これは着地したことにはならないんだっけ。リスタートか。起き上がれるわ、これでいいや。あ、待てよ、このスタイルで編集してないから、ギアじゃなくて衣装で、頭を隠
ックして、顔はこのまんまでいいですね。ネックはこれにして。バックパック買ってないからないですね。時間が遅くて、ライティングがちょっと、だいぶ暗くなっちゃってますけど。ライダーズ村は、ここで、どこだかわかんない。ここでいいのかな。こんな近くにいるのに迷うんだ。どうなってるんだろう。幼稚園児みたいなもんですよ。ああ、いるいる。なんかこの間のオープンベータほど盛り上がってないですね。っていうことは、やっぱりコンソールプレイヤーが多かったってことなのかな。楽しそうですね。ここで練習するの楽しいんですよね。ちょっと乗っかるか。よし。久々だから練習しよう。競技を変えるとなんだかわかんなくなっちゃう。ダメだな。何の設定だったかな。なんか違う感じがするな。もうちょっと楽ちんだったような気がするんですけど。ランディングモードオートでしょ。グラインドもオートで、スノーボードのエアコントロールオフにするか。どうなるんだろう。はい。なんかこのメニュー画面から指導するときのムーブが変だ。いや、これ関係ないな。下手なだけか。ちょっと待って、いくらなんでも下手すぎないか。なんか違うな、やっぱり。これ基本的に根本的に間違ってるんじゃないだろうか。やっぱスティープにして、グラインドはオートにしておいて、これはオンにしておいた方がいいと思う。コントローラーもスティープになってますね。多分これ、おお、これの方がやりやすいんじゃないのかな。いやー、ちっとも上手に決まらないな。何が決まらないって、まず自転車ってこんな感じだったっけな。ちょっと変えてみるか。あれ、あ、こっちか。ここでは基本的にループするこうやってこう乗れたはずなんですよ。自転車もこう行けたと思うんですけどね。こうやってこう、この中でくるくる回って、これ多分今画面的に酔いやすいんで、酔うと思った人は目を離すか、反らすか、見るのをやめるか、今すぐ消した方がいいと思うんですけど。こうやって遊べたと思うんですけどね。自転車でうまくいかないですね。It's mass race time. Those who hesitate lose. So get moving if you want to join in the madness.
マスレースって言ったってマスほど人いないですからね。閑散としてるな。これが現実だな。まだ夜なのかな。日が昇ってきたあたりかな。ボイパー、ボイパーには著作権がないのかな。あ、マスレースに行った。ああ、日が昇ってきたのかな。いい感じですね。うわあ、いい感じだ。すごい、レンズフレアまで入って。レンズフレアは有効にしてるから入ってんのか。では今回はここまでにしておきましょうかね。はい。そんじゃあまた。